ようございます。おはようございます。おはようございます。何でも踊ってるんですか。はい、朝、5時45分でございます。はい、何でも踊ってるんですか。なんで撮ってる。マイクもつけてないですけど。 YouTube ってこんなんじゃん。いやいやいや、何の概念に取られてるんですか。はいはいはい、電気入ってる。はい、まあ今回ね、はい、YouTube 登録者がもう間もなく2万人に行きますよねと。そうっすよね。まあいうことで、はい、2万人行ってほしい祈願弾丸旅。なるほど。まあ前回弾丸旅は四国かな。四国でしたよ。関西飛び出して四国行って、なかなかの長旅でしたけど、今回はもう2万人というね、大台に乗るわけですから。あ、じゃあこれはすごいですね。ということで今回行く旅先は、はい、どこだ。え、まさか。え、函館でございます。ありがとうございます。え、引いてる。マジ食7弾丸旅、ついに函館に行きます。やば、函館。はい、え、だいぶ、ちょっと待ってください。関西飛び出して四国飛び出して、まあ函館エリアで言うと関西ちゃうかな、函館って。え、え、滋賀県の琵琶湖沿いにある、あ、函館山のことじゃないですか。待て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 、ふざけるなよ。あれ、はるばる来たぞえじゃないですか。え、北海道じゃないですか。北海道にもあるんや、そういう函館って地名がある。逆逆逆逆、知ってる方。草津温泉って滋賀の草津やろ。ちょっと待ってくれ。違うの。やばい、関西にこの人囚われてしまってる。草加せんべいってあれ草津やろ、あれ。いや、こいつ大丈夫か大丈夫か。この函館山がね、結構まあ紅葉のコキアが有名でね、紅葉する前、まあ夏ぐらいからグリーンのコキアもすごく映えると写真スポットでいいということで、あ、じゃあまあそっち行ってみようかと。まあそんな感じでね、弾丸旅行きますか。行きましょう。はい、レッツゴー、レッツゴー。琵琶湖、海みたいやな。やっぱでかいっすね。これはでかい。最高。果てしないわ。到着ですね。人が全然います。早いからね。影に止めます。ここが滋賀県の、高島市の白髭神社とかね。お、到着。到着でございます。さあ、じゃあ早速行きますか。2万人 YouTube 2万人登録祈願、白髭神社で、拝みましょう。なあ、はい、じゃあ行きます。ちょっとなんか今なんか修復、そうやね、修復した工事かなんか、これ見れんのかな。展望台じゃないけど、なんか高台みたいあるって言ってたけど、ちょっと見ていこうか。じゃあスタートしよう。はい、めっちゃ交通量多いから道路は危ないね。これ向こう行こう思ったらちょっとね、みんなここ渡って行こうとして、はい、それで今禁止になってる。あ、うん、縦札も書いてありますわ。ほんまに交通量多いですね。そうやね、めちゃくちゃ車走ってるな。走ってる。多分だから、はい、日が昇る前のね、うん、4時半とか、あ、5時とかだとこんな車走ってへんし。登りまして、あ、神秘的な雰囲気がない。確かに普通の普通に交通量の多い道路の先にある鳥居。はい、よろしく、よろしくお願いします。はい、近づいてきたんちゃう。牧野高原、牧野高原ってとこやね、あれ看板ある。あ、出てますね。
あっち方面か。これやな、これを左やな。あ、牧野高原の横にメタセコギア並木っていう看板ありました。じゃあもう作る。いいね、なんか山々バックのね。ね。これちゃいます？これやな。あ、すごいすごい。いきなり唐突に現れたな。え、すごい。ここや。ここか。わあ、すごい。めっちゃ茂ってる。めちゃくちゃ茂ってますね。夏ならでは。ほんまや。唐突に現れたな。唐突やな。ほんまに。いや、天気もいいし。はい。交通量少ないし、結構いいスポットちゃうこれ。なかなか夏おすすめのね。ね、いいじゃん。最高じゃないですか。いいじゃん。いいロケーションじゃないですか。いいじゃない。ね、夏にぴったりのスポットや。そこそこ樹齢もあるんちゃうかな。メタセコイアはね、一番古い木やからね。うん、すごいですね。しかもこんなに等間隔に並木が。そう、やっぱり写真映えするっていうだけあってね。いや確かに、そりゃ人気スポットになりますよこれ。いいよ。うわ、雰囲気あるな。でちょい涼しいしね。それが何よりですわこんだけ茂ってると涼しい。マジで真夏ですよ今にもかかわらず。一旦じゃあ、はい、走ってみようかな。まあ分かりやすく、うん、やっぱり食七チャンネル CM イメージ。足元から、はい、ポンポン。ゆっくりでいいわ。もう全然早いな。あ、これ早いですか。ハウス犬か。ハウス犬か。うん、こう行ってたまに覗いて、でもう一回ダッシュしてこう行って。違う動きあるかな。なんか走るシーンやな、これ。撫でて興奮して走ってもうたみたいな。はい、よし、じゃあ移動して、はい、函館山行きますか。行きましょう。目的地のね、函館に行きましょう。函館、函館はるばる来たぜ。函館、函館。これ函館ってやってましたっけ。めちゃめちゃ青空やね。最高のロケーションでございますけどね。すごくない？ええ、綺麗な青空 で、はい、でゴンドラやから、これに乗って上に行くんですか。上に山頂まで行くって感じやね。今降りてきたけ ど、あれあれね、うん、はい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 。これ今からあの函館山登っていろいろこう映えスポットとか、まあ、コキアとか見に行くんやけど、いいですね。まあ結構広いんで、はいはい、この動画自体別にちょっと後日、うん、にしようかな。編集時間かかるとちょっと2万人ね。ああそうか、うん、超えちゃう可能性ありますもんね。食7の今の登録者の増え方のスピード感半端ないから細かいな、細かいな。とりあえず先に今日見てきたやつを出しといて。わかりました。ちょっとこの函館山だけはちょっと後日ね。そうしましょう。はい、函館山に来ましたよ的な、そんな動画で紹介しましょうか。了解です。よろしくです。よろしくどうぞ。
ちょっとこれでじゃあ、はい、作ってみましょう。CM 何の CM なのか全くわからないけども、何の CM かわからずどこに流すのかもとりあえずやってみましょうという、はい、この並木に触発されてCM 作ってみましたシリーズ、はい、興奮してで、ジンバルもちゃんとハマってなかったな。あ、えそんなバカな、取れてたかな。まあいいか、いやまあいいか、ちゃんと本当は CM ちゃうからいいか。まあそれはそうですそれはそうですよし、じゃあ移動して、はい、函館山行きますか。行きましょう。